はい、こんにちは、116インズです。何事かと思われるイラスト屋のイラストを使用していますが、今回は謝る回となります。今季も、まあ、毎年そうかもしれませんが、MLB ではいい意味でも悪い意味でもサプライズが多かった印象です。 正直、開幕前、オフシーズンの時点では、全然思いもしなかったことが起こったりしたわけですが、今回はいい意味で私の予想が外れたもの、外れた出来事に対して謝っていく回となります。ま、あこういう感じで自分の意見とかを普段から動画にしていますので、これはこうなるんじゃないかですとか、これはちょっとどうなんだとか、まあ、全世界に発信しているわけなんですけれども、当然ながら私の予想が大きく外れてしまった点等も多々あります。そういったことを振り返りまして、私の見る目がなかったと反省し 皆様に置かれましたうわこいつ全然見る目ねえなと笑いながら今回はご覧いただけると幸いですそれでは早速見ていきましょうはいまずは1つ目ブルージェイズのロビー・レイトの再契約ですね レイは昨年オフが始まってすぐにブルージェイズと1年総額800万ドルの契約で残留が決まりましたが、正直ちょっと高すぎるんじゃないかと感じたものですね。というのもレイはサワンながら脱三振が多い点はエースポテンシャルを感じさせるものは持ち合わせながらも、同時にヨシキュイも結構多く、いまいち殻を破りきれていない印象が拭えないそんな選手でした。そして昨年のレイはキャリアでもワーストクラスの1年を送り、ダイヤモンドワックスとブルージェイズ計12試合で防御率6.62。 これだけでも内容が決して良かったわけではないことが伝わると思いますが、特にひどいのが予視給率でこちらはなんと7.8。そんなピッチャーに対して800万ドルはいくらなんでも高いよと思いましたが、結果は皆さんもご存知の通りサイヤング賞クラスの1年をここまで送っています。29試合でリーグトップの防御率2.64。壊滅的だった予視給率も今季は2.2と、むしろコントロールが良い,いと言えるくらいのレベルまで改善させています。 レイはオフの間、ブルージェイズのピート・ウォーカー投手コーチと共にコントロール改善に取り組み、それが結果に見事に現れた形となりましたね。レイに関してはキャリアを通してずっと荒れ玉タイプとして生きていくものと思っていましたので、この1年での劇的な改善には本当に驚かされました。いやもう疑って本当にすみません。それにしてもブルージェイズのフロントはこのレイとの再契約もそうですが、マーカス・セミエンとの1年契約も相当大きなものになっていますし、いい働きを見せていますよね。 続いて2つ目はカージナルスのトレードデッドラインでの動きですね。今季 NL 中地区優勝候補と目されたカージナルスですが、なかなかチームの調子が上がらず7月末のトレードデッドラインの時点ではプレーオフ圏内まで7.5ゲーム差とやや厳しい位置にいました。 同じ地区ではブルワーズが独走状態にあり、またワイルドカード争いでもさすがに西地区の3球団が一つ抜けている感じは否めませんでしたので、個人的にはカージナルスにここからの上がり目を感じなかったのですが、ただ実際にはカージナルスはデッドライン当日にジョン・レスター、さらにはジェイ・ハップと2人のベテラン先発サワンを獲得。 二人とも今季オフに FA となるため、今季勝つための動きと考えることができますが、ただレスターは移籍前の時点で防御率5.02。ハップに至っては防御率6点台後半で、戦力アップしたかと言われると微妙なところでしたので、少々不可解なトレードというのが私の感想でした。ただ、蓋を開けてみればどうでしょうか。レスター、ハップともに移籍後は防御率の面では改善し、苦しかったカージナルスの先発陣にとっては大きな力となっていますよね。 そして同時に7.5ゲーム先を走っていたパドレスが息切れし始め、今月カージナルスはついにワイルドカード2枠目へと浮上。やはり MLB のフロントレベルとなると私程度の人間では見えないことがきっと見えてるんでしょうね。カージナルスがプレイオフ出られなかったとしてもこの2つのトレードは結果的に価値のあるものとなりましたし、いや、本当にすごい。理解に苦しむなんてふざけたことを言ってしまい、大変申し訳ありませんでした。3つ目、サンフランシスコジャイアンツですね。 ジャイアンツに関しては今季の MLB 最大のサプライズと言ってもいいでしょうが、ただ開幕前の順位予想では、私は NL 西地区は申し訳ないけど、ドジャースとパドレスの一騎打ちなんて全く先の見えていない発言をしてしまい、ジャイアンツの皆様に大変不快な思いをさせてしまいました。本当に申し訳ございません。 バスター・ポージー、ブランドン・ベルト、ブランドン・クロフォードといった2010年代前半の強いジャイアンツを支えたベテラン選手たちが今季一斉に復活し、また本来は脇を固めるタイプであるはずのダリン・ラフやラモント・ウェイド・ジュニアといった選手たちも主力と呼ぶにふさわしい活躍を見せ、このシーズン最終盤に入ってもなお NL 西地区首位をキープ。先日2016年以来のプレイオフ進出も確定させ、また今のペースでいけばチームとしては2003年以来のシーズン100勝もほぼ達成できると言っても いい状況でしょうどちらがワイルドカードからの戦いになるかはともかくとして順当にいけば NLDS でドジャースと対戦することになるでしょうがこの2チームのシリーズは見逃せない対決となりそうですし今からプレイオフが待ち遠しいですねそしてジャイアンツ関連ではもう一つケビン・ゴースマンに対するクオリファイングオファーも私はちょっと考えが足りていなかったですね。 ゴースマンは2019年ブレイブスのローテーションで16先発防御率6.19と悲惨な成績を残した後、2020年にジャイアンツに加入し、12試合で防御率3.62とプチ復活のような1年を昨年送りました。高成績を残しはしたので、残留させるという判断は極めて妥当だったと思いますが、ただチームがクオリファイングオファーを提示したのは少々驚きましたね。 クオリファイングオファーを提示された選手は MLB 上位125選手の平均年俸の額で現在のチームと1年契約を結ぶことができる制度で拒否して FA となって他球団と契約した際には移籍元の球団はドラフト指名権の保証を受けることができるんですがただゴースマンは先発ローテーション上位クラスのピッチャーと呼べるような活躍をフルシーズン見せた年がオリオールズ時代の2016年しかなく昨年の MLB 上位125選手の平均年俸1890万ドルでの再契約は結構思い切ったなという印象す 印象もありましたただまあ冒頭のレイもそうでしたがゴースマンも今季サイ・ヤング賞候補レベルの成績を残していまして30先発で防御率2.78ウィンザーボーリプレイスメント4.9はピッチャーの中ではリーグトップ10に入る数値となっています後半戦に入って打たれだしている点はちょっと心配ではあるんですけれども1890万ドルの年俸分はすでに働いてくれたと言ってもいいでしょういやージャイアンツフロントの合計がにはかないません はい。続いては非常に個人的な内容となりますが、レッドソックスの JD マルティネスとアストロズのホセ・アルトゥーベですね。私はファンタジーベースボールで毎年ロースターを翌年に持ち越すタイプのリーグ、キーパーリーグとも言うんですが、こちらのリーグに参加していまして、そのチームで数年前よりこの2人を保持していました。昨年はそれはそれはチームのパフォーマンスという意味ではひどい1年でして、特にマルティネスとアルトゥーベが成績を大きく落としてしまったのがかなり響きました。 二人とも年齢の面でもベテランと呼ばれるような領域に差し掛かってきましたので開幕前にトレードを模索したものの当然ながら引き取り手も見つかるはずがなく失敗仕方なく今期も保有している状況なのですがまあ成績の面では鮮やかな復活を果たしてくれました 今年は昨年から一転して私のチームはレギュラーシーズンを1位通過することができたのもこの2人が復活してくれたのも結構大きかったかなと感じています開幕前にトレードしようとして進まなかったちなみに好成績を残した今ならトレードできるだろうと再びトレードを模索し大失敗した話は秘密です はいそして最後は大谷翔平選手ですね昨年は投打にらしくない成績で打者としては44試合で OPS6 割5分7厘投手としてはわずか2試合の登板で1回3分の2を7失点4四球8二刀流をこのまま続けるべきか否かも議論になりましたよね 昨年、大谷選手が2000発目で右腕に違和感を訴えたことを動画にした際には二刀流としての大谷選手が見たいと思うもののいずれ現実的な選択、つまり投打どちらか1本に絞る時が来るのかなと発言していましたがエイジングカーブも考えるとそろそろどちらかに絞るタイミングかなというふうにも思っていました。 それがこれ、もう二刀流の頂点のような一年を送っています。もう選ばなくていい、このままでいいと思わさせてくれるような一年をここまで送っていますよね。打ってはホームラン44本、日本人選手のシーズン記録を大きく塗り替え、そして投げては21先発で防御率3.36。今季のエンゼルスのエースは間違いなく大谷選手でしょう。 ポテンシャルに関しては疑いようもないですが、まさか MVP 筆頭候補にまでなるとは、さすがにそこまでやるとは思いませんでした。エンゼルスも相当大谷選手の健康に配慮しながら起用したこともあり、そのおかげで彼の力を最大限発揮することができたという側面もあると思いますので、チームの起用法も良かったんでしょうね。これはもう単純に大谷選手のポテンシャルを舐めてしまい、申し訳ございませんでした。ということでまとめますと、えー。 メジャーリーグはすごい。